こんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、4月に入って新生活も始まるということで、メイク初心者さんに向けて必ず可愛くなれるナチュラルメイク法を紹介してみました。いつもの動画より初心者さんに分かりやすくポイントポイントをしっかりお話ししている動画になっていますので、ちょっとゆっくりにはなってしまうんですけど、ぜひ最後までご覧ください。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。では早速やっていきたいと思います。カラコンはいつも使っているレビアのサークルレンズのブラウンです。でカラコンは黒目が大きい人とかは多分そんな入れなくていいと思うんですけど、私みたいにちょっと黒目が小さいのがコンプレックスの方だったり、もう少し目力が欲しいなって思う方は、こういったナチュラルなカラコンだとあまりカラコン感が出なくて、そんな怖い印象も与えないと思うので、まあぜひそういった方はチャレンジしてみてください。でカラコンを選ぶときは自分の目の色に近い色を選んでください。では下地から塗っていきます。キャンディードールのプライドピュアベースラベンダーのカラーを使っていきます。ラベンダーのカラーは肌に透明感を与えてくれて、くすみを一気に飛ばしてくれる効果があります。これを全体に広げていきます。下地を塗るときは内側から外に向けて塗っていくといいと思います。ほら、一気に透明感が出ますよね。で今日はナチュラルメイクということで、ファンデーションを塗ってしまうとどうしてもちょっと塗ってる感が出てしまうので、今日はコンシーラーで必要なところだけをカバーしていきたいと思います。続いてもキャンディードールのハイカバーケアコンシーラーを使っていきます。ライトというカラーとオレンジというカラーの2色が入ってるんですけど、自分の肌に合った方の色を使ってください。私はライトのカラーを塗っていきます。クマだったり、この辺のクマの赤みとか、ニキビとかね、こんなとこにできたんですよ。気になる高菜に塗っていきます。でコンシーラーは小指でポン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 ってしていくのがポイントです。こういう風にこすりながらのせてしまうとカバーできなかったりアラになってしまうので、一番いいのはこの薬指のアラの部分を使ってトン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 ってするのが綺麗にカバーすることです。はい、こんな感じで必要なところだけカバーしました。そしたら続いてはパウダーに行きます。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーの M1 を使っていきます。でこれね、本当はパフがついてたんですけど、ちょっと私なくしちゃったので、今回ちょっとブラシでいきたいと思います。こんな感じでくるくるって綺麗に取って、ちょっと手でなじませて P ゾーンからのせていきます。こういう鼻周りとか目の下周りってメイク崩れしやすいので、少し多めにのせておくといいと思います。基本的にコンシーラーを塗った上には少し多めにのせるっていう感じですかね。そしたら続いてチーク塗っていきたいと思います。キャンメイクのリップ&チークジェルの5番を塗っていきます。今回は誰にでも合いそうなコーラル系の色を選びました。だいたい黒目の下あたりからポンポンポーンと広げていきます。チークを塗るときもこう少量をポンって取って指で薄く広げていくと濃くつきすぎる心配もないので、もう最初は慎重にトン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 って少量を広げていくのがメイクが上達するポイントかなと思います。すぐねポン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 。あとコーラル系っていうのは、こういうコーラルピンクとかこういうカラーは日本人の肌に一番馴染みがいいカラーなので、まずはこういう色から挑戦していくと、まあ誰にでも合うカラーなので無難かなと思います。そしたら続いて眉毛ですね。ちょっと私今眉毛増毛中なんでちょっと生えてるんですけど、眉毛はまずはケイトのアイブロウペンシルを使って、まずはペンシルで足りないところを描いていきます。で自分のね、気になる足りないところをこう一本一本描き足すイメージで描いていってください。私の場合はちょっと下が足りてないところがあるので、こう下を出していくように描いていきます。形を描くっていうより足りないところを描き足すのがナチュラルメイクのポイントです。で眉毛がしっかり生えてる人はこの描き足すっていう段階を飛ばしても大丈夫です。そして続いて眉マスカラをしていきます。キスのナチュラルアイブロウカラーを使っていきます。私は02番のカラーを使います。で眉マスカラをする時のポイントはこんな風に流れに逆らって塗っていってから整えるっていうのを繰り返していくと、全体にしっかりカラーがついてくれます。はい、眉毛はこんな風に自分の髪の毛よりも少し明るいカラーで仕上げることによって垢抜け感が出るのでおすすめです。
アイシャドウはこちらを使っていきます。サナのエクセルスキニーリッチシャドウの SR01 番を使っていきます。一番最初にアイシャドウを選ぶときはこういったナチュラルなベージュっぽいカラーを選ぶのがおすすめです。で今回はこちらの色を指にとってまぶた全体、メールが来ました、まぶた全体に薄く広げていきます。今回はもう初心者向けということでアイシャドウは1色で仕上げていきます。アイシャドウ1色塗るだけでも目元がパッと明るくなるのでおすすめです。そしたらビューラーでまつ毛を上げていきます。ビューラーをするときのポイントはまぶたをね挟まないように根元からしっかりグイッと3段階ぐらいに挟んでいくのがポイントです。中央を目頭、目尻の3段階に分けて上げていきます。まつ毛をしっかり上げておくとデカ目効果があるのでまつ毛をしっかり上げていきましょう。そしたら続いてアイラインに行きたいと思います。ファメイクのジェルラインアーティストの B02 番を使っていきます。このね粘膜のところだけ塗っていきます。こんな風にちっちゃい鏡を下に持ってこうやって塗っていくと塗りやすいです。それかこうやってしっかり自分で上げてこんな風に塗っていくと一番塗りやすいです。こんな風に粘膜の部分だけ塗っておくと目力が出ます。クロフシのモテライナーのリキッドブラウンを使ってほんの少しだけこんな風に鉛筆を持つようにアイラインを持ってほんの少しだけ目尻に延長ラインを描きます。こうすることによってちょっとだけ目の横幅を下げれることができます。そしたら続いてマスカラです。マスカラもキャンメイクのフレアリングカールマスカラの01番を使っていきます。マスカラはこんな風にジグザグジグザグジグザグって塗っていくのがポイントです。このマスカラはすごい細かい繊維が入ってて塗ってる感が全然出ないのにまつ毛がねしっかり伸びてくれるのがとってもおすすめのポイントです。しかもすごいカールキープもあるのでビューラーで上げたまつ毛が下がってこないです。ナチュラルメイクにはぴったりですね。で、あの下まつ毛もこれで塗っていきます。で、下まつ毛を塗る時のポイントなんですけど、さっき上マスカラを塗ったマスカラを液体の中に入れて足すんじゃなくてその残りで塗っていくとナチュラルに仕上がります。アイメイクはこんな感じです。で、最後リップですね。リップはまず最初にちゃんと薬用リップ、私はニベアのものを使ってるんですけど、しっかり薬用リップで保湿した後キャンメイクのリップティントシロップの04番を重ねていきます。このリップもさっきのチークの色と一緒でコーラル系なので日本人の肌と馴染みがいいです。うん、こんな感じです。リップも最近だとこういった1本で色持ちもあってツヤ感も出るものがたくさん売っているので自分に合ったリップを見つけてみてください。はい、これでメイクは完成です。はい、というわけでメイクが完成しました。今日はですね、必ず可愛くなれるナチュラルメイクの紹介だったんですけれども、今日はねちょっと4月にも入ったということで、まあ、メイク始める方もたくさんいるかなと思ったので初心者さんに向けて動画を作ってみました。あの難しいファンデーションとかコンシーラーとかいろいろ使うと難しいかなと思ったので、こういった紫の下地で一気に肌のくすみを飛ばして、あとは必要なところだけコンシーラーでカバーするという簡単ベースメイクにしてみました。そして眉毛ですね。眉毛は髪の毛よりも少し明るいカラーを使うことによってより垢抜け感が出ます。アイメイクはやっぱりナチュラルメイクをするときに一番薄くしなきゃいけないポイントだと思うんですけど、今回は一番ね肌なじみのいいベージュ系のカラーのアイシャドウを使ってまつ毛をしっかり上げて、でこんな風に粘膜にラインを引くことによって目力がしっかり出ます。ちょっとだけ目尻にアイラインを描き足すことによって目の横幅をちょっと下げれることができるので、そこもデカ目ポイントですね。そして色物ですね。いつも私は結構ピンクのものを使いがちなんですけど、今回はですね、初めどんなカラーを選べばいいかわからないっていう初心者さんに向けてこういったコーラル系のカラーを選びました。
何度も言うんですけど、コーラル系のカラーってやっぱり一番日本人の肌に馴染みが良くて、ちょっと色が黒い方も色が白い方も合うカラーだと思うので、まずはこういうコーラル系カラー挑戦してみるといいんじゃないかなと思います。そう、そこから自分のね、好きなピンクだったり赤だったりオレンジだったり、自分の好きなカラーを選んでみてくださいというような感じで、今回はね、初心者さん向けということで、なるべくプチプラのものを使って紹介させていただきました。4月に入るということで、もう新生活がどんどん始まってね、新しく高校に上がった子もいれば、社会人になった方や大学生になった方や中学生になった方もたくさんいると思うので、まあ、メイクを始めるタイミングって人それぞれだと思うので、まだメイクがわからないって方もこの動画とか私の動画を見ていただいて、いろんなメイク術勉強してみてください。本当にメイクで人は可愛くなれると思うので、こうやってね、少しだけ手を加えるだけでみんな可愛くなれると思うので、ぜひメイクにもチャレンジしてみてください。そして今日はですね、このメイク動画に合わせて皆さんにぜひとも見ていただきたいなと思っている、このメイク法もチャレンジしてほしいなって思っているメイク動画のリンクを下の概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。One, one, 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 one,